ピアノフェスタ2021特別動画、私のおすすめピアノ前編はご覧いただけましたでしょうか。引き続き後編をお楽しみください。演奏していただくモデルはクレンバーガー PV118C です。演奏していただくピアニストは国運シティ埼玉店増山さんです。それでは増山さん、よろしくお願いいたします。国運シティ埼玉店の増山です。よろしくお願いします。増山さん、ありがとうございました。ありがとうございます。弾いてみていかがでしたか。はい、すごくきらびやかな音が特徴のピアノだったと思います。演奏していてもすごく明るい気持ちで演奏ができました。ありがとうございます。こちらのピアノは、増山さんのコメント通りきらびやかで華やかな音が特徴であり、またこの弾き応えのあるタッチ感というのも特徴の一つとなっております。で、外装にもこだわらせていただき、この美しい木目が出ている、一台となっており、皆さんにおすすめの商品となっております。こちらの、商品含めてご検討のお客様に何か一言アドバイスがあればお願いいたします。はい、まずすごくおしゃれなピアノなので、インテリアにすごくこだわりのある方におすすめしたいです。あとは明るい音色ですので、明るい音色を好まれる方にもおすすめしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。次に演奏していただくモデルはスタインベルググランドピアノ P187 です。それでは増山さん、よろしくお願いいたします。お願いします。増山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。弾いてみていかがでしたか。はい、とても澄んだ音が印象的なピアノでした。ダイナミクスがすごくつけやすかったので、弾いていてどん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 表現をしたいなと思いました。ありがとうございます。こちらドイツの老舗メーカーウィルヘルム・スタインベルグの中の人気モデルとなっておりまして、低音の迫力で中音域高音域、この繊細な表現力と、まさにおっしゃっていただいた通りにダイナミクスの幅、はい、こちらの表現力が魅力的な時代となっております。弾いてみたタッチ感というのはいかがでしたか。はい、タッチ感は柔らかい印象で、とても弾きやすかったです。ありがとうございます。最後にグランドピアノをご検討のお客様に一言アドバイスがあればお願いいたします。はい、落ち着いた、澄んだ音がお好きな方にまず、
ご検討いただきたいです。あとはもしかすると弾いたことがないという方もいらっしゃるかと思うので、そういう方にもぜひ体感していただきたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。演奏していただくモデルはザウター UP114 プレミエレです。演奏していただくピアニストはイオンボール川口マイカーテン大立さんです。それでは大立さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、島村楽器イオンモール川口マイカーテンピアノインストラクターの大立です。よろしくお願いします。ありがとうございました。弾いてみていかがでしたか？アプライトピアノなんですけれども、グランドピアノのようなタッチ感で、すごい速いパッセージも弾きやすいですし、表現もすごくしやすいピアノだと感じました。ありがとうございます。こちら200年以上の歴史を持つドイツの老舗メーカーザウターピアノのおすすめな一台となっております。大立さんがおっしゃっていただいた通りに弾きやすいタッチ感、そしてこの透き通ったウインナートーンと形容されるこの美しい音がまた魅力的な一台となっております。ありがとうございます。こういったこうハイグレードな、アップライトピアノをご検討のお客様に何か一言あればお願いいたします。はい、本当はお家にグランドピアノを置きたい方、環境的に置けない方や、本場ドイツのピアノに憧れを持っている方におすすめの一台となっております。ぜひ弾いてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。次に演奏していただくモデルはヤマハ中古グランドピアノ C3 です。それでは大立さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
小舘さん、演奏ありがとうございました。弾いてみていかがでしたか？こちら中古ピアノですが、低音から高音までのバランスがとてもよく、メロディーの抑揚もすごくつけやすくて表現しやすかったです。ありがとうございます。中古グランドピアノの中でも一番お問い合わせが多いこの C3 タイプのピアノなんですが、当社の基準でしっかりと整備をしておりまして、このタッチ感、音の形もこだわって調整をさせていただいております。安心して演奏していただける一台となっております。ありがとうございます。ご検討いただいているお客様に一言アドバイスがありましたらお願いいたします。はい、こちらのヤマハの C3 というモデルはタッチも響きも一番スタンダードなモデルとなっています。ですのでこちらのピアノセレクションセンターに来た際には、ぜひ一度は弾いていただきたいモデルとなっていますので、ぜひ皆さん弾いてみてください。小舘さん、ありがとうございました。ありがとうございました。演奏していただくモデルは河合 K114SX です。演奏していただくピアニストは浦和パルコ店石森さんです。それでは石森さん、よろしくお願いいたします。島村楽器浦和パルコ店ピアノインストラクターの石森奈緒です。よろしくお願いいたします。下森さん、ありがとうございました。弾いてみていかがでしたか？はい、まず第1音を弾いた時に、とても温かみのある音が心地よいなと思いながら演奏させていただきました。またコンパクトな、モデルでありながら、表現が自由自在であることも魅力的だなと感じました。ありがとうございます。ピアノとして大事な音、タッチ感、こちらにも厳選したパーツを使用するなど、こだわった一台になっております。そして、何よりこの白い鏡面仕上げとこのシルバーパーツを使用したこの素敵なデザイン、外装にもこだわった、河合楽器、島村楽器のコラボレーションモデルとなっております。ありがとうございます。こちらアップライトピアノをご検討のお客様にアドバイスがあれば一言お願いいたします。はい、温かみのある音色がお好みの方や、白いピアノに憧れをお持ちの方にはとっておきの一台だと思いますので、ぜひご試弾していただいて、良さを実感していただければと思います。下根さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次に演奏していただくモデルは河合グランドピアノ GL10 ピアノマスク付きです。それでは石森さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さん、演奏ありがとうございました。こちらはカワイグランドピアノの中で一番コンパクト性があり人気のモデルとなっております。プラス、ピアノバスクという、静音機能がついております。下のレバーを、開けたり閉めたりすることによって音が抑えられたり出したりという調整ができるピアノとなっております。今非常に音のご相談というのが多い中で、こういった機能がありましたら、ぜひという方も増えておりますので、そちらを含めてご案内をしていきたいと思っております。改めてこちらの機能を含めた、弾いてみた感じのご感想をお願いいたします。はい、今回演奏させていただいた楽曲が、さまざまなタッチを必要とする曲だったんですけれども、静音にしたパターンと通常のパターンどちらも、タッチに差がなく、かつ、河合のピアノらしい、明るい音色がすごく心地いいなと感じながら演奏させていただきました。ありがとうございます。改めて、ご検討されているお客様におすすめのアドバイスがあれば一言お願いいたします。はい、私もこのピアノマスクという機能を全く知らなかったんですけれども、ワンタッチで、静音機能を、つけることができて、かつタッチには差がないというところで、音の問題に、お悩みがあってなかなか思い切ってピアノを演奏することができなかった方にも、のびのびと演奏していただくことができる一台となっていると思いますので、ぜひお試しいただければと思います。石森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ご紹介させていただいたピアノはほんの一部です。この度のピアノフェスタではアップライトピアノ、グランドピアノを合わせて120台以上のピアノを展示いたします。それぞれの魅力、個性を持ったピアノを取り揃えておりますので、必ず皆様のお気に入りの1台が見つかります。そのお手伝いをさせていただきます。皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。ご視聴ありがとうございました。